ず斉藤さんいらっしゃい。チゲットありがとう。鬼村さんいらっしゃい。モッケーは本当にいい子ですね。いつも舌出してる。ベローンって。中にはみかんさんいらっしゃい。のりとべさん、あっちゃん、フェアさんいらっしゃい。はまちさんいらっしゃい。忘れてた。ヤクザにズブズブと入っていってます。アキさんいらっしゃい。任天堂 2DS が出るらしい。日本で。へえ。正直 3D いらんもんね。私切ってるもんな、ほとんど。なんか9個目さん、のりさんいらっしゃい。ジレンマは全体の状況だ。君自身の視点で考えるとどうなる。赤瀬原いらっしゃい。交渉の相手は探していた佐山正幸、そして同僚を殺すと脅された。だから交渉役を引き受けた。俺もそうするよ。選択の余地はない。じゃあ君にとって最高の結果を。人質を交換して佐山と拳銃を確保すること。最悪の結果は人質の交換に失敗して神崎を犠牲にすること。神崎の命と佐山の逮捕、どっちを優先する。神崎だ。人質は犠牲になっても構わないのか。人質の安全も確保する。いいだろう。つまり君の目標は人質交換を成功させること、それから同僚を守ること。そのために何が必要だ。人質に関する情報、佐山と内縁の妻の関係、そして皆川と娘の関係。人質交換の場合、条件が五分五分と考えるのは間違いだ。人質に執着してる方が不利な条件になる。どっちかって言ったらやっぱ娘の方が大事なのかな、普通に考えたら。言霊ロゼさんいらっしゃい。完璧だよ鬼塚。やっぱり君に教えることはない。今も教えてもらったよ。君の話を整理しただけだ。マットさんいらっしゃい。人質を交換するのはいつだ。明日だ。時間がないな。よし鬼塚、君の同僚はここで預かろう。神崎のことか。そうだ、ここならまず見つからない。悪いな、助かるよ。気にするな、元はといえば俺が蒔いた種だ。うん、背中かわいい。時々思うんだ、こいつは何もかも分かってるってね。荒船さんいらっしゃい。お、組長が来ました。君にはまずお礼を言わなければならない。白髪混じりですね。交渉を引き受けてくれて感謝している。口で言うのは簡単だ。報酬はきちんと支払う。報酬は受け取れない。手荒な真似はしてないだろうな。脅されました。めっちゃ恐喝されました。断った場合どんなことが起こるかを少しお話ししました。気分を害したなら私の方から謝る。うん、ズラっぽい。高明に似てる。ジョナサン、ヒカリアンさんいらっしゃい。クリスマスは中止と聞いてやってきました。この場所だけは中止です。この通りだ、許してくれ。君の力が必要だ、助けてもらいたい。時間があまりない、話を進めましょう。村瀬さん、人質の交換は明日ですね。佐山がそう言いました。佐山と話をしたのは私です。時間と場所の指定は決めてません。今日話し合うことになっています。佐山から連絡はこちらから携帯にかけることになってます。かけてみますか。待ってください、まだ情報が足りない。皆川さん、娘さんのことを教えてください。小森美香18歳、ミッション系の高校に通わせてます。小森、母方の姓を名乗らせてます。こんな家業ですから、娘には肩身の狭い思いをさせたくありません。他にお子さんは。美香は一人娘です。正妻との間には子供ができませんでした。組を継いでくる
れる人間は誰もいないんですよ。皆川さんは、あの佐山は跡継ぎにと考えていました。裏切られただけに怒りが収まらないんです。佐山のことなんか今はどうでもいい。美香を無事に救出することだけ考えてくれ。美香さんの安全を最優先します。ありがとう、鬼塚さん。その言葉を聞きたかった。美香さんを救出できたら、佐山を逃がしても構いませんか？ああ、構わない。皆川さん、それは。いいんだ、村瀬。美香さえ助かればそれでいい。安心しました。これで救出に専念できる。そうだね。ちょっと二つは厳しいよな。捕まえようとなったら。本当の優先は神崎ちゃん。心の中はね。もう一つ伺います。美香さんが拉致されたのはいつですか？二日前の深夜です。あの子の母親から電話がありました。学校から帰らないので、こっちに寄ってないかと聞いてきました。佐山から電話があったのは、昨日です。事実関係を整理します。間違っていたらそう言ってください。近藤組と戦争するためにフィリピンルートで入手した拳銃が2000丁。ところが和解が成立して武器は不要になった。その後若頭の佐山が倉庫に眠っていた2000丁を持って逃げた。この時一緒に逃げた組員は何人ですか？佐山を入れて9人だ。わかりました。続けます。武闘派の佐山をそのままにしておくと近藤組が黙っていない。佐山が仕掛けたらせっかく消した火種がまた燃え上がってしまう。だから皆川組の組員は佐山の行方を必死で探していた。ここまではどうですか？答える必要がありますか？間違いではない。村瀬さん、人質を救出したいなら隠し事はなしです。いいでしょう。交渉してますね。続けます。佐山の足取りがつかめない。そこで1週間前に佐山の内縁の妻を拉致した。そうですね。そうです。誰が命令しました？どういう意味です？菊池涼子を監禁して佐山をおびき出そうと考えたのは誰ですか？答える必要はありません。正直に言ってください。村瀬だって。村瀬が提案しました。皆川さん。でも鬼塚さん、言い出したのが誰かという問題じゃない。最終的には組長である私の責任です。いいでしょう。菊池涼子を監禁したことを佐山に知らせたのはいつですか？3日前です。直接佐山と話したのは私です。その時佐山には何と言いましたか？菊池涼子を助けたいなら事務所に来いと言いました。その時の反応は？返事をするから、1日待ってくれと言いました。そして翌日、小森美香さんが誘拐された。そうですね。そうです。村瀬のせいじゃねえか。娘さんが誘拐されたなんて。わかりました。村瀬さん、菊池涼子さんに会えますか？ええ、この後ご案内します。鬼塚さん、あなたのことはこちらでいろいろ調べさせてもらいました。私はあなたを信じます。美香を助けてください。お願いします。わかりました。全力を尽くします。村瀬怪しいよね。絶対怪しい。またごもっともな場所に。怖い怖い。菊池涼子ならこちらです。手荒な真似はしないように注意していたんです。でも若いやつは歯止めが効きません。話にならない。このまま放置しておくつもりなら交渉なんかできない。どうすればお気に召すんでしょう？あの事務所に連れて帰る。風呂に入れてからまともな食事を用意する。話はそれからだ。
そうだね、村瀬ちょっと皆川さんのことを裏切るような感じがするな。気まぐれさんいらっしゃい。うん、ただ露骨に怪しい。くっさいですね。いいでしょう、言う通りにしますよ水香さん。チャプター2が終わりました。さやまと手を組んでるか、さやまを何とかしたいか、どの、まさきさんいらっしゃい。51個目さんいらっしゃい。いいゲームやってますね。なかなかエピソード2は怖いですな。これちゃんと前回までの見とかなあかんな。そうだね、ちょっともう途中になっちゃったね。うん、皆川組長が一番、まあちっちゃくなっちゃって。狭山一派9人って言われたもんね。でこれが娘子か、小森美香、普通の子じゃないか。しかし南栄の妻はなんだかなって感じですね。でも恐喝容疑で逮捕された過去があるから気は強いのか、菊池涼子。うん、肩幅広。たすけさんいらっしゃい。おかわり。明日はすんごい寒くなるんだってね。もう寒いかな外。この人本当に女。一応パイパイついてるよ、パイパイ。ちょっと大客だったね。話しても無駄ですよ。どうしてですか。私若干縛られてる時綺麗な人かなって思ったけど、そうでもないね。サイマンは私のことなんか気にしてません。人質の交換は成立しない。ええ、そうです。サイマンはそういう男です。そんな気がしてた。信じられませんね。それならどうして組長の娘を誘拐したんです。でもそうなんです。どうして。すみません村瀬さん、外してもらえませんか。口を挟んでいませんよ、黙って聞いてるだけです。話しにくそうです。そこの二人も席を外してください。邪魔はしませんよ。あなたたちが彼女にしたことを考えてください。話しにくいのは当然です。そうだそうだ、いいでしょう。鬼塚さんがそこまで言うなら従いましょう。どうです、話せますか。あなたは誰です。組の人間ではありません。フリーの交渉人です。うん、盗聴されてる気がする。人質を安全に交換するために交渉役を引き受けました。サイマのことを詳しく聞かせてもらえますか。どんな話をすればいいのかしら。まあじゃあ順番に行きましょうか。さやまは古いタイプの極道。さやまを知る人間は古いタイプの極道と彼を称していました。そうね、あの人はそういうタイプかもしれない。人から指図されるのが大嫌いな男でした。何でも自分で仕切らないと気が済まないんです。プライドが高いので話を遮られると激怒します。あの人と話すときは話を遮らないようにした方がいい。わかった。怖い怖い。なるほど、わかりました。にゃんぽこさんいらっしゃい。おかえり。まだ何かありますか。じゃあ蛇みたいな目。さやまは蛇みたいな目をしていると人に聞きました。そうだね、交渉のヒントだね。浜田バミンバムに見えてきた。冷酷で冷徹、サヤマの性格はこれに当てはまりますか。うまく言えませんが当たってると思います。サヤマは相手の弱みを見逃しません。弱みにつけ込んで無理を言い出すので注意してください。意味もなく謝るとあいつの餌食になる。ありがとう、参考になります。最初全部話遮ってみようかな。
マッハで沸騰するかも。ポッポーって。ちょっと見てみたい。今流行りの前髪切りすぎ女子、ほんとだ。そういうことなら佐山と話すときは、話を遮らない、弱みを見せない、強気でいくということか。殺されるかな。でもね、これゲームオーバーにならないとエンディングリストっていうのがね、実は埋まらないんだよ。あの鬼塚さん、私は助かるんでしょうか。あ、やばい、なんか自動モードになった。そうでしょうか。どっちにしても助からないような気がするんです。どういう意味です。人質の交換がうまくいってもきっと私は始末されます。どうして。私と秋葉さんの関係を佐山が疑っています。え、死んじゃったよ秋葉。皆川組の組員秋葉周平、もともとあの小料理屋は佐山が出してくれたお金で始めました。でも佐山はすぐに適当な理由をつけて店に顔を出さなくなりました。そんな時に親切にしてくれたのが秋葉さんなんです。秋葉さんは佐山に殺されたんですよね。誰に聞きました。組員が噂してました。佐山に消されたんです、用済みになったから。待ってください、どういうことですか。佐山が秋葉さんに近づいたのは彼が倉庫番だったからです。倉庫番、武器や資金を管理する係、組長から最も信頼されている人間が任命されます。それが秋葉周平だった。そうです、秋葉さんが協力しなければ2000丁の拳銃なんて持ち出せなかった。じゃあ秋葉はもともと佐山側についていたけれども消されたんですね、用済みになって。アルスさんいらっしゃい。ドラクエ10飽きたのかと思って。そんなことないよ、こいつ実は男じゃね。いらっしゃい。一応肩幅広い。もともと佐山は全て計算してたんだと思います。私とのことは目をつぶり、その負い目を利用して秋葉さんに協力させる。佐山は人を支配する方法を知ってる男です。つまり秋葉周平は佐山と一緒に逃げた。逃げるしかないでしょう、組長を裏切ったんですから。そうだね、秋葉さんは組長のことを尊敬してました。死ぬ瞬間まで組長を裏切ったことを悔やんでたと思います。でもどっちにしろ佐山の策略だったら、どうだろう、佐山に殺されて拳銃を奪われてたかもしれないよね。少し分かってきました。でも佐山がなぜあなたに執着するのか、その理由が分からない。隠し場所です。隠し場所、私は知ってます。2000丁の銃をどこに隠したか秋葉さんから聞きました。皆川組の誰かにその話をしましたか。してません。手荒く扱われましたが、拷問されたわけではありませんから。私が魅力的だからです。クーニャさんいらっしゃい。ちょ、そのセリフ来たら面白かったな。話してみようとは考えませんでしたか。話してどうなりますか。あ、でも本当に浜田に見えてきたよ。武器を抑えに行くでしょうね。まともに戦ったら佐山たちには勝てません。9人でしょ。秋葉を除いたらたったの8人だ。佐山と一緒に組を出たメンバーは皆川組の精鋭です。全員戦争屋です。今佐山から電話が入りました。しびれを切らしています。そろそろ交渉を始めてもらえませんか。
どう答えたんだ。プロの交渉人を雇った。交渉はその男に任せたと。自己紹介は省略できるってわけだ。軽口を叩いてる余裕があるんですか。交渉開始は1時間後ですよ。1時間後？佐山の指定です。鬼塚君、交渉の方針は決まりましたか。ええ、決めてます。よかったら聞かせてもらえないか。バミになって飽きられた。それはできません。ミカのことが心配なんだ。少しは安心したい。無理です。誰かが裏切らないという保証はない。鬼塚君、君はこの中に佐山のスパイがいると考えてるのか。ギグ。いないとは言えない。やめなさい。全力を尽くすとお約束しました。不満があるなら村瀬さん、あなたが交渉しますか。音が良かった。ギュ。わかった。鬼塚くん、すべて任せるよ。さすがプロの交渉人ですね。ぶれない。他に何か必要なものはあるか。ノートと筆記用具を。交渉はここで行います。菊池さんと二人だけにしてください。ギュ。やめろと言ったはずだ。鬼塚くん、すべて君の言う通りにしよう。だが途中経過は私に伝えてほしい。いいでしょう。ヤクザ面白すぎんだろ。ポテチとファンダグレープ、味はコンソメだ。それを持ってくるんだ。鬼塚くん、信頼に応えてくれることを心から祈ってるよ。私だって後味の悪い思いはしたくない。意味はわかるな。嫌というほどわかりますよ。あ、ちょっと一休憩ですね。こんなとこにいたら泣くわ。まあそれだけ鬼塚が今まで茨の道を来たんだよね。では佐藤さん、しばらくお世話になります。うん、この曲来たらホッとする。グレンでいいよ。自分の家だと思ってくつろいでくれ。あのグレンさんはニューヨーク市警の刑事だったんですよね。刑事といっても捜査はしなかった交渉専門だ。鬼塚さんの先生ってことですか。どうする、野村さん。鬼塚先生の先生だから大先生ってことになるわ。グレンさん、お会いできて光栄です。よしてくれ。あいつには教えることなんか何もなかった。こっちの方が少し先輩だったからアドバイスしただけだ。あの鬼塚さんにアドバイスなんて尊敬します。頼むからよしてくれ。似てるわ。そうやって照れるところが鬼塚さんに。似てるって言われたのは初めてだな。あの、でもグレンさん、どうして刑事を辞めたんですか。野村さん、空気読んでください。ここにいるってことは何か事情があるのよ。隠すわけではないが今は話せない。ほらね。すまない。謝らないでください。こちらこそ失礼しました。グレンさん、この状況どう思います?難しい状況だとしか言いようがない。誘拐犯との交渉はミスを誘うゲームだ。ミスを誘う?そうだ。誘拐も立てこもり事件も犯人は人質を取ってる。我々は人質の安全を守ることをまず第一に考える。その点は全く同じだ。何が違うんですか。相手がどこにいるかわからないってこと。ああ、そっか。正解だ。誘拐犯も人質もどこにいるのか普通はわからない。それだけでかなり分の悪い駆け引きになる。相手のミスを待ち、一気に片付けるしかない。でも今回の事件は普通じゃない。一体どうすればいいの。スナイパーを準備した方がいい。鬼塚が信頼している上司は指揮官の片桐さん。俺が直接片桐さんに話してみる。神崎さん、鬼塚にメールで伝えてくれ。わかりました。鬼塚さんより先生だね。いらっしゃい。雨は降ってしまうんだろうか。
北村さん出てくるかな。二人で話をしたいなんてスパイがいると本気で思ってるのか。すみません、念のためです。何が聞きたいんだ。佐山の狙いです。人質を交換したいと言ってるんだろう。その先の話です。人質を交換しても何も状況は変わらない。振り出しに戻るだけです。私は美香が無事に帰ってくるならそれだけでいい。それは分かってます。では質問の仕方を変えます。佐山はなぜ銃を持ち逃げしたんでしょう。本気で近藤組に仕掛けるつもりならすぐ実行すればいい。どういう意味だ。佐山の狙いは別にあると思います。どうしてそう思う。まず数が合わない。味方は10人弱なのに盗んだ銃は2000丁。本当に戦うつもりなら必要な数だけ持ち出して近藤組に向かいます。余分な銃を売り払って逃走資金に充てようと考えたんだろう。それも考えました。実際に佐山たちは盗んだ銃を流してる。でも本気で近藤組を襲撃するつもりならすぐに実行すればいい。逃げる必要なんてない。仲間の士気が下がるだけだ。それに2000丁もの銃を隠すのは大変な作業だ。どうしてそんな面倒なことをしたのか。鬼塚くん、何もかも理屈で説明できると思ったら大間違いだよ。佐山の考えをあれこれ推測しても何の解決にもならない。君は美香を無事に救い出すことだけ考えてくれればいい。それは分かってます。いや、分かってない。組のゴダゴダは後回しにしていい。今は美香のことに集中してくれ。皆川さんもちょっとは察してるんだろうか。自分も危ないかもしれないみたいな。メンツどうのこうのじゃなくてさ。銃は重いだろうね、きっと。2000丁でしょ。 S さんいらっしゃい。後のことはどうでもいいけ。やっぱりまあ一応組長だからさ、きっとあるんだよ思い的なものは。まあとりあえず娘だと。頼むよ鬼塚くん。いいでしょう、佐山と交渉します。菊池さんをここに呼んでもらえませんか。わかった。ピリリン。鬼ちゃんへ。やっほー、元気してた。今度の合コンの話だよ。佐藤ちゃんがね、片桐さんを呼びたいってさ。佐藤ちゃんが自分で誘うって言ってるよ。どうする。ひろみ。OK だ、メールはすぐ消す。気を回しすぎだバカ。話を絶対に遮るんじゃないぞ。わかった。これおもちゃの手錠？きついわね。我慢しろ。手首のとこが痛い。おとなしくしないと痛いのは手首だけじゃ済まなくなる。いつになったら返してくれるの？パパの返事次第だ。あんな人関係ない。パパじゃない？無駄だ。もう帰りたい。叫べば帰れるのか。私殺されるの？できれば面倒なことはしたくない。だから静かにしろ。ああ、うん、静かにする。時間ですね。次でラスワークにしたいと思います。お疲れ様です。ある意味うまい偽装メールだった。鬼塚さん、眉間にシワが寄ってましたけどね。1丁1キロでも2トン、そうだよね。2000丁もあったら。お注射派。次で交渉してみよう。